ボイド・ブッシュマン、フォーマー・ロッキード・マーティン・テキサス・インストルメント・エンジニア、who died August 7th at age 78, 2014, describing his encounters with aliens while working at Area 51, has been making the rounds on social media and news sites. Boyd Bushman was a scientist at deathbed who makes shocking confessions about aliens, UFOs, and anti-gravity technology. Did Boyd Bushman provide evidence of alien contact? He showed in his last interview some photographs of UFOs, and one of them is quite similar to the one which is believed to be a real UFO shot at Area 51. As to the UFO, one of the viewers has commented that it is questioning just yesterday on August the 9th, 2020.It is a comment from a person named Stefan Yaduran, and he writes as follows. The image of the flying saucer in the hangar in this clip, which you are both questioning its legitimacy and claiming is leaked photos of a real craft at Area 51 in the same clip, is in fact taken from Steven Spielberg's miniseries Taken.However, very ironically, the comment from Mr. Stefan Yaduran, on the contrary, proves that the UFO photo, which has been said to be leaked out, is genuine. ボイド・ブッシュマンは死の直前の死の男証言で、彼がエリア51で知った多くの秘密を写真とともに暴露しました。その中の一つが巨大な UFO です。で、私はその写真を私の動画の中で同時に別のルートからリークアウトしたとされる UFO の写真とともに紹介しましたが、その巨大な UFO について視聴者の一人の方からこんなコメントが届きました。2024年8月9日のことです。ステファン・ヤローランさんという方からのものですが、そこにはこうありました。あなたが動画の中で示している UFO の写真はエリア51からリークしたものだとあなたは言っていますが、その写真は大変怪しいものです。というのも、その写真は2002年に公開されたスティーブン・スピルバーグの映画ザ・テイクンの中に出てくる UFO のものだからですと。が、大変皮肉なことに、本当に皮肉なことに、ステファン・ヤローランさんからのコメントが、そのリークアウトされたと言われている UFO の写真が本物であることを逆に証明するところとなってしまいました。なお、ボイド・ブッシュマンは2014年8月7日、つまりスティーブン・スルバーグのテイクンの映画が公開されてから6年後に78歳で亡くなっています。広し林、浜松シティ、ジャパン。今画面でご覧いただいているのが、その巨大 UFO ということになります。で、この巨大 UFO は偽物であるというわけですね。もう一つ簡単に説明します。ボイド・ブッシュマンです。死の男証言でこのような写真を公開しています。左上の写真に注意してください。この写真と別のルートから入ってきたこの写真が酷似しているのがわかります。で、私は酷似しているという点からこの UFO は本物であると判断しました。エリア51の中で撮られた写真ということになります。が、この写真に対してステファンさんという方からですね、これは偽物であると。なぜならばスティーブン・スピルバーグがテイクンという映画の中で使った写真であるからであると
まあ、そういうことなんですね。もう一度見比べてみてください。上がボイド・プッシュマンが暴露した UFO の写真です。下は別ルートから私のところに届いたエリア51で撮られたと言われている巨大 UFO の写真です。ここが重要ですから繰り返します。上の写真は2014年にボイド・ブッシュマンが死の直前に暴露した UFO の写真です。で、下の写真はですね、テイクの中で使われた写真だとステファンさんは主張なさっておられます。2002年ですね。ですから間に12年の年月があります。ここが重要です。では検証してみますが、上の写真と下の写真は酷似しています。ここからはスティーブン・スピルバーグ氏自身の名誉にも関わる極めて重大かつ深刻な問題ですから注意深くご覧ください。上がボイド・ブッシュマンが暴露した写真です。その下が私がエリア51からリークアウト写真として使っている写真です。そこで2002年、ボイド・ブッシュマンが亡くなる12年前に公開されたテイクンという映画を調べてみました。そのテイクンの中には確かに大変よく似た写真が使われていることが分かりました。ここが重要です。スティーブン・スピルバーグはエリア51の写真のことなど知る由もなかったはずですが、2002年にスティーブン・スピルバーグはテイクンの中でこの写真を使っています。この写真と同じだからステファンさんは、つまりは私が指摘したリークアウト写真は偽物であるということなんですね。が本当にそうでしょうか。ここで先ほど私がお見せした写真とスティーブン・スピルバーグが映画の中で使っている写真、下ですね、を比較してみます。上は2014年以後に出てきた写真と考えて良いと思います。下はスティーブン・スピルバーグが2002年に使った写真ということになります。まず第一に気がつく点はこの点なんですね。この赤い丸をつけた部分に注意してください。上2枚は、左右2枚はリークアウトした写真と私は判断しています。この赤い丸をつけた部分に注意してください。上2つにはちょんちょんと黒い部分がありますが、下の写真にはそれがありません。となるとこの物体は別々のものということになります。大変よく似ていますが同じものではありません。クエスチョンマークをつけておきました。皆さん自身の目で確認してください。その一方で黄色い丸をつけた部分に注意してください。極めてよく似たと言いますか、全く同じに作ってありますが、しかしこの両者、上と下は似て非なり別のものということになります。で、後ろの倉庫らしき建物にも注意してください。今丸印で囲んだ部分には換気扇のようなものが下の写真にはありますが、上の写真にはありません。さらに注意深く皆さん自身の目で確認してください。この赤丸をつけた部分に注意してください。横の斜めの針の棒が上の写真にはありますが、下の写真にはありません。さらに決定的なことはですね、天井です。 A と B にしておきます。上はリークアウト写真と私が判断しているものです。 B はスティーブン・スピルバーグの映画の中に出てくる写真です。 A と B の天井を見比べてみてください。 A の赤線に注意してください。 A の写真には B の写真にはない天井の針があります。一方 B の写真には A の写真にある針がありません。かなり太い針ですから簡単に見分けがつくと思います。さらに拡大してみます。 A と B の黄枠で囲った部分を拡大してみます。決定的なこれが証拠ということになります。
注意深くご覧ください。 A の方には先ほど私が指摘しました針があります。赤いラインで色付けしてみました。 B の方にはその針がありません。つまり A と B の写真は別々の写真だということになります。左の写真は2014年以後リークアウトした写真と言われています。右の写真はスティーブン・スピルバーグがテイクの中で使った写真です。となるとスティーブン・スピルバーグはこのデザインのモデルをですね、アイデアをどこでどのようにして手に入れたかということになります。一つ穴があるとするならですね、スティーブン・スピルバーグは右の写真といいますかモデルをですね、すでにその当時リークアウトしていたエリア51の写真を元にして作ったということになります。あるいは逆にすでに2002年にリークアウトしたエリア51の写真をカバーアップするためにこのような偽の、つまりはエリア51の格納庫の写真を使った映画を作ったというふうにも考えられるわけです。ともあれ、スティーブン・スピルバーグが知るはずもない、知る由もなかったエリア51の内部の格納庫の写真をスティーブン・スピルバーグは使ったということになります。が、さらに疑ってみるとですね、スティーブン・スピルバーグは2002年にエリア51で、撮られた写真がリークアウトする前に先手を打って似たような写真を公開してリークアウトする写真の信用性をなくそうとしたとも考えられるわけです。この方法は NASA が今までに足腰で使った手ということになります。ともあれ、ステファンさんがおっしゃるようにですね、私の動画の中で使った写真はですね、少なくともスティーブン・スピルバーグのテイクンの中から撮られた写真ではないということだけは正しいと私、林浩司は判断しています。さらに裏を返して言うとですね、ここまで手の込んだ隠蔽工作をしなければならなかった、あるいは隠蔽工作された写真であるということはですね、今皆さんがご覧いただいているこの写真は本物であるということになるのではないでしょうか。つまり図らずもスティーブン・スピルバーグのテイクンという映画がですね、この写真が本物であるということを証明したということになります。が、一つだけ穴が残ります。もう一度少し戻ってそこから話をします。もう一度この画面を見てください。右上がですね、エリア51からリークアウトした写真と言われているものです。右下がですね、テイクの中で使われた一シーンということになります。で、この天井の梁が違うということについてですね、つまりこれが巨大な格納庫であるとするならば、つまりは入り口の方から奥を見た写真と奥の方から入り口の方を見た写真ではないかという可能性も残るわけです。つまり同じ天井でも入り口に近い天井と奥の方にある天井とではですね、梁の、張り方も違ってくる。言い換えるとこれら、2枚はですね、見てその検証した場合には違う天井になっていますが、入り口の方の梁と奥の方の梁が違っていてもある意味でおかしくはないということになります。で、一応確かめてみますが、 A の方はエリア51から漏れ出た写真と言われています。 B の方は A がテイクンで撮られた写真ということになりますが、ではその下のUFO なる物体を比較してみてください。A と B に映っている UFO は形が違います。特に底部の様子が違います。そして A の写真の方の UFO はですね、向こう側、つまり遠方の方がですね、
楕円形といいますか、線で球形に球線、曲線でつながっているというよりはですね、何かしらの出っ張りのようなものが見えるのが分かります。これはエリア51で、まあ、偶然撮影された、まあ、UFO 巨大 UFO の形と一致するわけです。で B の方はですね、まさしく円盤型であるということなんですね。これをそのことをこれから皆さんにもご覧いただきますが、もう一度確認してください。 A と B はですね、つまり、格納庫の奥から見た写真、あるいは入り口から見た写真の違いではないかということも考えられるわけですよね。そこで今度はその A の中に写っている UFO と B の中に写っている UFO を比較してみます。でそうするとですね、A の方の UFO と、これがまあ、テイ君の方の UFO ということになるわけですけども、何かしらのテープがですね、まあ、何かこうサングラスといいますか、メガネのような形をしているのがわかります。これがテイ君の方で、まあ、使われた UFO ということになるわけです。で、今度は、まあ、そのエリア51から漏れてたと言われている、その写真と比較していただくとわかりますけども、明らかにテープの様子が違います。となると、またまたもう一つの穴が出てくるわけですよね。つまり、テイ君の方では2種類の UFO を使ったと、もっと言えば2機以上の UFO をこのような形で表現したとも考えられるわけです。というようなことをですね、次々と考えていくと収集がつかなくなります。ともあれ、この写真はですね、先ほどのそのテープの中に使われた映画の中に使われた UFO とテープの形が違います。メガネのような形ではなくてですね、向こう側遠くの方のですね、出っ張りが出ているように見えます。この出っ張りが出ている部分でですね、つまり、あるロシア人の青年がですね、エリア51の上空を飛んでいる時に撮った、まあ、偶然撮られた巨大 UFO の形が一致しているわけです。ところがテイ君の方の UFO にはですね、その、まあ、奥の方の出っ張りがですね、まあ、つまりは表現されていないということです。つまりですね、入り口の方から見たと言いますか、撮られた写真の UFO と奥の方から撮られた、まあ、UFO の写真とではですね、形が違うということになるわけです。となるとやはりこれは格納庫自体がですね、違う格納庫であると判断するのが、まあ、妥当、合理的ということになるのではないでしょうか。あるいは2機、3機の UFO を、まあ、テイクの中で使ったということになるのでしょうか。そこで皆さんにもう一度エリア51の上空で撮影された UFO をご覧いただきます。Hey YouTube, it's Rick from Look Now TV. Check out this awesome UFO video. I was on an American Airlines flight from San Jose, California to Houston, Texas on October 30th, 2015 when I noticed a blinding bright light in the desert near Luning and Gabbs, Nevada. I watched an object as the plane advanced.I saw a large silver disc that appeared to be in the middle of the desert. The disc was shooting orb-like lights into the air. The disc itself had multiple lights that were blinding to the eyes. I pulled out my phone and I took pictures until my phone died. I had a full battery, but was only able to get 6 pictures before my phone was depleted. The captain never said a word and the plane advanced until the object was behind the mountain range. No other passengers seemed to notice the disc or comment on it.Initially, I thought it was a satellite, but now leave it up to your interpretation. What do you guys think this is?今ご覧いただいている写真はですね、エリア51上空をですね、旅客機で飛んでいるときに一人の青年が撮った写真ということになりますが、このUFO のですね、まあ、巨大な UFO ということになるわけですけども、向かって右の端を見てください。何かしらフラップのようなヒレのようなものがついているのが分かります。つまりですね、エリア51からリークアウトした写真の中に映り込んでいる UFO にはですね、このフラップのようなものがついている。しかし、A がテイ君の中にで撮られている写真、まあ、UFO の写真にはですね、まあ、完全な
オーバル形といいますか、楕円形をしていてですね、つまりはこのフラップのようなものがないということですね。つまりエリア51からリークアウトしたと言われている写真の中に映り込んでいる UFO8 とですね、映画テイクンの中で撮られたと使われたという、まあ、写真 B はですね、これは違う UFO であるということになるわけです。右上がエリア51からリークアウトした写真 A です。下が、映画テイクンの中で使われた写真 B ということになります。もう一度皆さん注意深く比較してみてください。A の方はですね、向こう側の方に何かしらフラップのようなものがありますね、完全な、なんて言いますか、円盤形ではないということです。ところが B の方はですね、底部の形大変よく似てますけれども、メガネのような形をした、まあ、空洞部のようなものがあるわけですけれども、それにはどうやらフラップのようなものはないということですね。つまり、A の UFO と B の UFO は違う、イコール格納庫そのものが違う、イコールA の格納庫はエリア51の、まあ、格納庫であると判断していいわけですけれども、 B の方の格納庫はですね、 A の方の格納庫に極めてよく、まあ、似せて作られた別のもの、もっとはっきり言えば偽物であるということになるわけです。ただ一つ小さな穴があるとすればですね、つまりは格納庫が2つ以上あって、そして UFO も2機以上あるということになるわけですけども、まあ、そこまで疑うということはどうかな、まあ、ということになるわけですけどもね、まあ、キリがないということになります。ともかくもここでの結論はですね、格納庫 A と格納庫 B はですね、似ているけれども違うということです。左は2014年頃ですね、まあ、リークアウト、まあ、私たちの目に留まったのが2014年頃ということになりますし、で A がテイクが取られたのは2002年ですね。ですから、まあ、考え方によってはですね、エリア51のこの写真はですね、左の写真はですね、2002年以前にすでに、まあ、あちこちに出回っていたのではないかということになるわけです。まあ、私のような、ね、日本人の目に留まったのは2014年以後ということになるわけです。まあ、つまりこのような形で、まあ、隠蔽工作、すなわちですね、左の写真が偽物であるということをわざわざ、まあ、仕立てるためにですね、映画テイクが撮られたということは、まあ、かなり大掛かりな隠蔽工作と巨額の費用が使われたということになるわけです。まあ、これはスティーブン・スピルバーグ監督のですね、名誉にも関わる問題にもなるわけですから、まあ、安易に結論は出せませんけども、もう一度このテイクの中で使われましたこの UFO を見てください。やはりメガネのようになっているということですね。で向こうの方が出口なのか入口、あ、やる奥の方なのかということは分かりませんけども、まあ、形が違うということなんですよね。まあ、要するに、まあ、一般的にですね、まあ、否定論者の方がおっしゃるように、エリア51からリークアウトしたあの UFO なるものは偽物だよと、あの写真は映画テイクの中で使われた写真だよというような、まあ、安易なですね、否定方法では、まあ、私は納得できないし、皆さんはいかがでしょうかということになるわけです。もう一度確認してください。これがあのエリア51からリークアウトした UFO です。まあ、どちらにせよ同じものではないということですね。 UFO がね、似て非なりてますから、ややこしらの方が丸っぽいというか楕円形っぽいですね。あとはもう金属的な様子などは一致しています。がしかし天井の梁の様子が違う、つまり、エリア51からリークアウトした写真と、それから映画テイクの中で撮られた、まあ、写真はですね、これは別のものであるということになるわけです。つまり裏を返して言うとですね、このエリア51からリークアウトしたと言われているこの写真はですね、本物の格納庫であり、そしてそこに写っている UFO は本物の UFO ということになるのではないでしょうか。それが私の結論です。でもう一度確認してください。向こう側ですね、向こうの側の方に何かしらこうフラップのようなものがつけられているということです。で向こうの方がですね、明るいですから、まあ、格納庫であると考えるならば向こうが出口ということになるわけですよね。で手前の方が奥ということになるわけです。その可能性もあるから、天井の張りが違っていてもおかしくないというふうに考える人がいるかもしれませんけども、それはどうかなということになるわけです。まあ、さらなる、まあ、検証を今後ですね、続けていきたいと思います。まあ、これがもし本物の写真であるとするならばですね、まさしくこれが本物の巨大 UFO ということになります。
Richard Doty, an ex-senior staff at Area 51, testified to Area 51 in a book unacknowledged by Stephen M. Greer as follows. Stephen M. Greer 博士が Unacknowledged という本の中でリチャード・ドティ氏の証言をまとめていますので、今日はそれをそのまま翻訳して皆さんにお聞きいただきます。リチャード・ドティの証言。リチャード・ドティは空軍特別調査機関 AFOSI の対情報活動のための特別エージェント、つまりスパイであった。8年以上にわたりリチャード・ドティはニューメキシコのカートランド空軍基地およびネイビス空軍基地、つまりエリア51と呼ばれているが、それらの基地および他の基地において UFO および外惑星人問題の任務を特別に担っていた。以下、リチャード・ドティの証言。私はネバダのテスト基地にいました。それは現在ネバダ安全サイト、つまりそこが現在エリア51と呼ばれていますが、当時は DET3 テストセンターと呼ばれていました。私が1981年から1985年までそこにいた時にはエドワード基地の DET3 テストセンターと呼ばれていました。エリア51には実際には2つのサイトがありました。 DET3 のテストサイトとグルームレイクです。そしてそれからパポースと呼ばれる付属の施設もありました。そのパポースに地下基地への入り口がありました。私は対情報活動の上級士官としてそこで9ヶ月過ごしました。そこでは大変きちんとした仕事がなされていました。エリア51にも施設があり、ソビエトの衛星が上空を通過した時など写真が撮られないようにとレーザーを放ったり、ソビエトの衛星カメラを盲目にしたりしていました。そこには2つの異なった複合建物があり、それらはすべて区画分けされていました。その中の一つにエイリアンの乗り物があり、また人間製の反重力エンジンの乗り物がある全く別のエリアもありました。地下施設の中に外惑星人の乗り物が格納されている施設もありました。その複合建物の地上部の端に反重力エンジンの ARV、 つまりエイリアンの再生乗り物が格納されていました。私がそこにいた間に私は反重力推進クラフトを見たことがあります。そのクラフトはあらゆる種類のタイプの形をしていましたが、彼らはそれを組み立て、それを飛ばそうと試みていましたが、その多くはうまく飛ぶこともなく墜落したりしていました。そうした乗り物を飛ばす契約をしていた主な会社には E システム社、ジョンソンシステム社、サンディア社、ライブモア社、ロスアラムス社、テクトロニクス社などがありました。 GE モノトーラ社についてはモノトーラ社は巨大な施設を持っていて、その施設の中で ET の通信機器がどのように働くか、あるいは ET の通信装置がどうなっているかを調べていました。ロッキード社もそこにありましたし、ノースロップグラマン社もありました。当時は EG&G 社もそこに居を構えていました。ジン・ラスコウスキーが
その EGNG 社のチーフでした。それでいつも彼は自分のことを安全オフィサーと呼んでいました。彼には多くのことが知らされていました。そのジン・ラスコウスキーは1977年から1991年までエリア51の安全チーフであったポール・マクガバンのようにたくさんのことを知っていました。ジン・ラスコウスキーは現在は引退していますが、フルタイムでそこで仕事をしていました。そのポールが DIA、つまり防衛スパイ組織の計画とプログラムのディレクターをしていました。ポールは DIA の序列の中では第3位の地位にいました。私が目撃した地下サイトの中で、私は2機の乗り物が重力に逆らっているのを見ました。それは卵型のものでした。大きさは多分10フィート ×20 フィート、つまり3メートル ×6 メートルくらいでした。あまり大きくはありませんでした。それには私たちがつけた着陸ギアがついていました。というのも、その乗り物の構造には合わなかったからです。また、それにはほとんど液体のようにも見える重門、つまり窓のようなものがありました。あなたがそれを見たら、あなたはあたかも水を通して何かを見るような感じで窓の外を見たことでしょう。が、私は外観を見ただけで、その内部は見ていません。で、私はパポース複合施設ではもう一つの巨大な乗り物を見ました。その施設の中を下へ降りていくと、それは右側の最初のベイにありました。巨大な乗り物です。その乗り物はどこか墜落した古い乗り物のように見えました。というのも壊れたような箇所があったからです。が、その表面及びすべてが奇妙に見えました。それは私たち人間が組み立てたようなものには見えませんでした。広し林、浜松市、ジャパン。前科学者であるボイド・ブシュマンは死ぬ男の告白で UFO 並びにエイリアンは存在すると証言しています。広し林、浜松市、ジャパン。まず皆さんにご覧いただきたいのがこの動画です。この動画はロシアの KGB から
漏れ出たものと言われていますが、真偽のほどは分かりませんが、それは重要な問題ではありません。この動画を見て、これが本物か偽物かということです。現代技術を使って合成された写真と判断すればそれまでですが、その判断を なさるのは皆さん自身かと思います。今手が出てきましたが、手の動きも自然です。そして私はこのエイリアンと思われる人物の手に注目してみました。まあ、このような華奢な体つきをしているわけです。そして顔の筋肉一つ一つが大変自然な動きをしているのがわかります。皆さん自身で確認してください。ここが今日の最大のポイントということになります。つまりこの動画は本物か偽物か、つまりインチキかということです。で、この動画をもとに今日は話を進めてみたいと思います。ボイド・ブッシュマンの証言は本物なのか、それともボイド・ブッシュマンの作り話なのか、この動画が一つの決め手となります。しっかりと確認してください。繰り返しますが、私林博士はこの動画は本物であると判断しました。で、もう一度ボイド・ブッシュマン氏の動画を見ていただきたいと思います。この動画は昨日編集しアップロードしたものです。2018年12月27日です。で、ボイド・ブッシュマンはこの中でですね、エイリアンの手なるものを紹介しています。その一部を皆さんに確認していただきたいと思います。ここですね、これがエイリアンの手だとボイド・ブッシュマン氏は証言しています。ボイド・ブッシュマン氏自身がこの写真を撮影したと証言しています。で、この手が、まあ、本物なのか偽物なのかということになるわけですけども、この手と同じものがですね、先ほどお見せしました KGB からリークアウトした写真の、まあ、動画のですね、エイリアンの手と一致しています。これがボイド・ブッシュマンが示したエイリアンなる人物のですね、手ということになります。で、比較してみますが、まずこの手をしっかりと確認してください。指が普通でないほどに長いということですね。左が私の手です。右がボイド・ブッシュマンが示した写真です。指の長さが、まあ、ボイド・ブッシュマン氏によればですね、人間のそれよりも 30% ほど長いということです。そして先ほどの KGB からリークアウトした動画ですけども、この中に右のエイリアンと思われる人物の手が出てきます。注意深くご覧ください。ここですね。で、この手とボイド・ブッシュマン氏が示したエイリアンの写真の中に写っている手が一致していると私林博士は判断しました。ストップモーションかけてみますから注意深くご覧ください。ここですね。ここでストップモーションかけてみました。で、この手をですね、拡大し180度回転してみます。180度回転しました。で、この手と中央の手を比較してみてください。私は同じと判断しました。いかがですか。となるとボイド・ブッシュマンのこの写真も KGB の動画も
両方とも本物か偽物かという択一問題ということになります。つまりどちらも本物であるかどちらも偽物であるかということになるわけです。しかしこの両者の間には接点がありませんので、つまりこの両者は本物であると私は判断しました。つまりボイド・ブッシュマン氏の証言は真実であると判断して良いのではないでしょうか。つまりボイド・ブッシュマンは真実の告白者ということになりますが、となるとボイド・ブッシュマン氏が示した一連の写真はですね、まあ皆本物である、つまり信憑性がぐんと高まるということですね。つまり真実であると判断して良いということになります。もう一度皆さんに確認しておいていただきたいと思います。左が私の手、右がボイド・ブッシュマン氏が撮った写真です。そして KGB から漏れ出たと言われている動画の中に映っているエイリアンらしき人物の手です。でこの3者をですね比較してみるとですね、右2者は明らかに人間の手ではないということになります。同時に右2者はですね、2つはですね、つまり信憑性の高いエイリアンの手ということになります。となるとボイド・ブッシュマン氏が動画の中で示している写真は本物であると判断して良いのではないでしょうかという前提で、ボイド・ブッシュマン氏がですね、動画の中で示している写真をここで検証してみたいと思います。で、ボイド・ブッシュマン氏が撮影したとされる写真ですけども、この写真の中には UFO らしきものが写っています。この写真も UFO のものということになります。で、ボイド・ブッシュマン氏のこうした一連の写真ですよねについて、否定主義者の方たちはフェイクであると、そのように主張しています。が、ここで大変気になる写真が出てきます。左上のこの UFO です。ボイド・ブッシュマン氏がエリア51で撮影したと言われています。で、それと同じものがですね、このようにリークアウトしているわけですけども、この写真は偽物であると一般には言われていますが、ボイド・ブッシュマン氏の証言と言いますか、写真を重ね合わせてみると信憑性がぐんと高くなるということです。もう一度比較してみてください。ボイド・ブッシュマン氏の持っている写真の方は、まあ台紙の方がですね、ややたわみがあるという点も考慮に入れてください。つまりこの両者は両方とも本物なのか両方とも偽物なのかということになりますが、私は両方とも本物であると判断しました。その証拠の一つが次の動画ということになります。まずそれをご覧になってください。Hey YouTube, it's Rick from Look Now TV. Check out this awesome UFO video. I was on an American Airlines flight from San Jose, California to Houston, Texas on October 30th, 2015 when I noticed a blinding bright light in the desert near Luning and Gabs, Nevada. I watched the object as the plane advanced. I saw a large silver disc that appeared to be in the middle of the desert. The disc was shooting orb-like lights into the air. The disc itself had multiple lights that were blinding to the eyes.I pulled out my phone and I took pictures until my phone died. I had a full battery, but was only able to get 6 pictures before my phone was depleted.
The captain never said a word and the plane advanced until the object was behind the mountain range. No other passengers seemed to notice the disc or comment on it. Initially, I thought it was a satellite, but now leave it up to your interpretation. What do you guys think this is?上がある若い男性が飛行機の中から偶然写真に撮った謎の物体です。で、明るくしてみますと楕円形の形が浮かび上がってきます。赤い線でそれをなぞってみました。で、この物体は何かということなんですけども、実はこの物体はですね、先ほどお見せしましたエリア51で撮られた UFO なる、まあ物体ですよね。一般には偽物と言われていますけども、奇妙な点で一致しています。この黄色い線に注意してください。ちょうどこの黄色い線のところにですね、スポークのように中心部から外縁部に向かって分かれているように見えます。その分かれ方の数がですね、正確には分かりませんが、ほぼ同じと私は判断しました。つまり、下の物体がですね、エリア51の上を飛んでいて、それを、まあ、飛行機から見た人がいて、それを写真に収めたということではないでしょうか。つまり、これがその証拠、イコール下の物体は、これはいたずらではなくて、本物であるということになるのではないでしょうか。話をつなげます。他にもブシマン氏はこんな写真も紹介しています。まあ、従来の UFO ということになるわけですけども、そして先ほど紹介しましたエイリアンの手ですね、指が長い、この手が本物であるということになれば、一連の写真も皆本物であるということになります。で、エイリアンの死体って言いますかね、の写真もブシマン氏は公開しています。グレーとブシマン氏は言っていますけども、グレーにもいろいろなタイプのグレーがいるようです。で、その一方でこんな写真もやはりリークアウトしてますけども、この写真については一般には偽物である、作り物であると判断されていますが、これも本物ということになるのではないでしょうか。Bye for now.